はい、ということで、はい、ゆうたさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ラウンド9ですね。はい、終わってなんとなんと MVD いただきました。おめでとうございます。今のお気持ちをお聞かせください。俺って思いましたね。なんか今回そうですね、なんかそう MVD を取ろうって感じのネタではなかったのと、触れたのはまあなんかお産頑張ってんなってなったのかなとか思いつつ、あ、まさかって思ったので、なんか実感は湧いてないですね。やっぱりあの嬉しいです、もちろん嬉しいんでただ自分的にはもっとこう、あ、ここがこういう風にできたなとか、結構悔しい思いをしてる部分があるので。なるほど。だからやっぱりみんなと同じステージに立つには、もっとなんだろうな、自分のダンスにフォーカスした時間がもっと必要だなってやっぱすごく思ったので、そこに関してはディレクター兼ダンサーっていうものに対しての難しさを感じたので、うんうん、ちょっと精進しますって感じです。なるほど。でも嬉しいです、ありがとうございました。おめでとうございます。本当、はい、ファン目線としては、はい、ユタがステージに立つ姿っていうのは僕はずっと見たかったので、あのそれが見れて僕も、まあ、ファンのみんなも多分なんかその気持ちのね、はいはい、多分高ぶりが待ってたよユタみたいな、はい、もっといい状態見せたかったなぶっちゃけそんな感じですね。じゃあ、はい、またいつかの機会に来たいということ で、ね、裏表の今のプラクティスの動画がですね、はいはい、今までの動画に比べてかなり再生数が伸びているんですけど、はい、こうファンのみんなにその作品が届いてるっていうまあ、ことかなって僕は思うんだけど、ゆうたはなんかそれどう感じてるかな。そうっすね、まあもう、まあ、見て分かる通り元からその YDK ってものをやってて、うん、そこでやってた踊ってみたっていうものをあのそこからやっぱりインスパイアをもらって作ったと、うん、インスパイアっていうかあれ自分も作ってるからなんだけど、なんか割と本当にありのままの感じで、これやったら面白いね、これやったら楽しいよねとか、うん、なんかそんなに本当に今回は特に勝ち負けを気にせずに作ったネタだったので、なんか多分見てる人にはあのワクワクしてもらえるような演出を一生懸命頑張って考えて作ったので、うんうんうん、でなんかあ予想通りっていうわけではないんですけど、あ、そうですね、わやっぱこれみんな好きなんだなってすごく思ってたのでみんなが好きって言ってもらえるんだったらそれはすごく良かったかなって思ってます。なのでそうですね、まあ多分見やすい作品になってると思うので、やっぱ個性も一人一人あるみたいな、なんかね結構なんかチープに見えて意外とやってるというか内容は割と深かったりというか、なんかやっぱ個性を大事にとか人をそれぞれ尊重したりとか、なんかそのなんか本当大好きでいいじゃんっていうもので、なんか否定をせずに自分が好きなものはどんどん好きだよねっていう感じのネタなので、あれを見てなんか自分を鼓舞してもらえたらすごく嬉しいので、あのなんかへこたれそうになった時に見てもらえたら嬉しいです。はい、ラウンド10に向けての意気込みと進捗状況を、はい、お聞かせください。意気込み、まあ初めてちょっとコンテストっぽい音源を作ったというか、うん、今までは結構好きなこういう感じの曲とか、ここはおしゃれにいて、なんかすごくいつでも普段聴けるような曲にしてたんですけど、うん、今回はちょっとコンテストらしさというか、ちょっとなんかなんだろうね、勝ちにいける楽曲かなとは思ってるので、多分面白い、まあ、これまた面白い作品にはなるとは思うんですけど、なんか今までで一番ワクワクするのかなとか思ったりしてて、結構そのラウンド3も今回の、ラウンド9のやつも結構ワクワクする系ネタなんだけど、ワクワクプラスのなんだろうな、コンテスト要素プラスなのエンタメ性みたいな感じに なる予定なので、なんか割と神髄が出るのかもなって思ってます。ただ、今1週間前1週間1週 1週間1日前なんですけど、1ミリもできてないっていうもうここ最近ワークショップとかね、そう別のお仕事とかで、そうなんですよ、もう激務のゆうたさん、本当お疲れの中インタビューありがとうございます。なのでまあまあでも今回は逆に心配 してないというか、まあでも結局最終的には自分たちが満足いける作品できてるので、うん、なんかいつも通り気合い入れて、でもそうですね、オーディエンスもジャッジも取れる作品にはなると思うので、うん、そこに対してあの思いっきり頑張るだけなので、うん、多分オーディエンスの票も欲しいんですけど、多分自然と投票したくなるような作品を作るので、うん、そこは安心してくださいっていう感じです。なのでちゃんと見てくれればちゃんと投票してもらえるんじゃないかなって思ってます。
素晴らしい意気込み、はい、ありがとうございます。まあ、とりあえず今は1ミリもできてないということで、1ミリもできないですね。まあ、あの応援してくれる皆様は若干ドキドキハラハラでお楽しみに1週間でこれ仕上げてくんのって感じで思ってくれたら確かに、そうだね、まあ、本当に忙しい中、あのファンの人がやっぱあの楽しめるような作品作りって多分もうゆうたもうメンバーのみんなも妥協せず作ってくれてると思うので、はい、皆さんもちょっとお楽しみにお待ちください。そして矢田さん本当にお忙しい中インタビューありがとうございます。ありがとうございました。ということで、お手伝いのケイスケでした。ありがとうございます。いつもありがとうございます。そしてディレクターのゆうたでした。ありがとうございます。